リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンドです。はい、ということで、今日は、フリンちゃんと、ある世界リンドでお送りいたします。ということで、今回ご紹介するのは、アナザーウォッチセットです。はい、ということで、アナザーライダーの、ウォッチですね。はい、こちら購入しましたね。こちらの方見ていこうかなと思います。はい、前面のボタンを刺さっちゃった。こちらのボタンを押すことで、変身音などが鳴るもので、なっちゃった。はい。で、これを、差し替えることで、各5ライダーを、表現することができます。はい。表現？再現ですね。することができます。はい。また、カミカミでございます。はい、はい。ですね。で、原理は同じで、こんな感じで、通すことで、これ多分付けられると思うんでね。あ、そっか。これ、物が違うから、こっちには付かないか。多分あれですね、ジオ側じゃなくてもう片方に刺す側だとハマる感じですね。はい、というところです。じゃあ早速ビルド刺して1個ずつ見ていきましょう。はい、1音目、はい、2音目、はい、2音目は変わらずですね。で、これを長押しすることで音が変わります。はい、こんな感じですね。で、押すと、はい、って形でなります。エグゼイドの次は多分フォーゼかな。で、2音目は、個別音声じゃないですね。同じ音声なので。で、長押しも、名乗り以外は全部同じ音声ですね。2音目一応鳴らしますけど、こんな感じですね。壊れるような音ですね。はい、じゃあ長押しで。はい、ファイズですね。次がウィザード、はい、で、これをもう一回長押しすると、はい、って感じですね。はい、では、試しにディケイドに刺してみるとどうなるか見てみましょう。うん、ライドウォッチって鳴るだけですね。特に他の個別音声はなさそうですね。はい。まあ、ピン配列がね、多分ライドウォッチで鳴るだけのやつですね。はい。じゃあ、ベルドに刺してみましょう。多分個別音声全部一緒だとは思うんですけれども、一応確認しましょう。はい、ベルトを用意させていただきましたので、ベルトで、音声確認していきましょう。はい、じゃあ時空ドライバーからね刺していきましょうか。よいしょ。はい、ではジオー、時空ドライバー、はい、ではこちらですね。紫色になりましたね。
ここがエビルってなってますね。そしてアナザータイム、ジョーンビルトってなってますね。では、エグゼイドで次鳴らしてみましょう。多分ね、同じ音声になると。同じ音声が鳴るとは思うんだけど、うん、同じですね。あの最後の名乗りだけが違うだけっぽいので、次も一回試して同じっぽかったらそこで音声はやめときましょう。じゃあ、あれ、あ、そうか、長押ししてない。はい、フォーゼですね。じゃあフォーゼで刺してみます。うん、同じっぽいですね。じゃあ最後はこれを刺して一回変身。はあ、ディケイドアーマーにしてから刺してみましょう。ファイナルフォームタイム、ライドウォッチですね。うん、何か違う個別音声が鳴ったりはしなさそうですね。はい、外しちゃいます。はい、ということで今回はこちらのアナザーライド、アナザーウォッチですね、の方をご紹介させていただきました。はい、とりあえずね、個別音声が一つ一つ入ってるのはあれなんですけど、基本的には特に変わらず、あの体内にこれをこうグッて、まあリンちゃんに入れるとなると、こうやってグッて入れた時の音声が鳴る感じですね。で、個別音声はそのライダーごとに、エグゼイドだったらエグゼイド、ファイズだったらファイズ、ウィザードだったらウィザード、そしてビルドだったらビルド、そしてフォーゼだったらフォーゼという感じで音が鳴る状態ですね。はい、多分これから発売される新しいアナザーウォッチも同じ仕様だとは思うので、まあ届き次第、またこんな感じで遊んでいこうかなと思います。ということで今回はアナザーウォッチのご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということで、リントでした。